猛暑、極暑、炎暑、酷暑、とにかく暑い、暑中お見舞い申し上げます。今夜もそして最後までよろしくね。ケイちゃんとブンちゃんのペイジング868。合わないし。ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ、ページング868。こんばんは、ページング868。お相手のぶんちゃんとけいちゃんです。この番組は FM 86.8MHz ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお届けいたします。今晩も最後までよろしくお付き合いください。暑いってば。猛暑、極暑、炎暑、酷暑、知ってるってば。しょっちゅうお見舞い申し上げます。しょっちゅうお見舞い申し上げます。しょっちゅう言ってるね。しょっちゅう言ってるね。いやー、33度、4度、5度とかっていうのは、うん、なんとなく我慢できるわけよ。昼間だから最低気温、この最低気温の方の28度、うん、うわ、この夜に入ってもさ、ね、うん、むわっとした、あ、そうそうそう、あの空気はちょっとね、うん、肌感冒なるよ。自分クーラー苦手なんだけど、ね、もう、うん、寝れないわ。寝れないわ。気温じゃ28ぐらいありそうなね。ねえ、だからもう なんていうのかな、熱帯夜、うん、このね、あなたと熱帯夜ってね、昔そんな曲あったよね。わからない。弾くな、ついてこい。熱帯夜ね。それと熱帯夜、夜、あ、睡眠の熱帯夜と。解説するな。解説するな。解説したら面白くないじゃん。面白くないね、もね。あー、いいはず、元気だね。もうおばさんはこの暑さでも元気出せや。せめてこの1時間。そう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 、はい、お願いしますよ。そうですね、はい、はい、あのもうね、はい、うだるような暑さで腹渡にゆっくり返ってるかもしれないけど。さっきね、頭がもうにゆっくり返ってるんですよ。あれ、にゆっくり返ってるって何だったって。腹渡がにゆっくり返ってる。そうそうそうね、うん、頭にぎっくり返ったらさ、大変よね。大変よ、あんた。冷やさないと頭を。ほんと、うん、ということで、うん、この番組を聞いて、はい、頭を冷やして無理だな。よかったらメッセージを寄せいただきたいと思います。、はい、ファックスの方は 965-4868 965-4868、 E メールの方は 868@fmurma.com 868@fmurma.com、 そしてツイッター番組アカウントにもぜひメッセージお寄せください。@P868 うるま、@P868URUMA です。そして FM うるまではツイキャスもやってます。ツイキャス、はい、よかったらツイキャスで FM うるまと検索していただければ、はい、私たちの顔がブリーって見えるので、見なくてもいいと思うけど、ね、よかったら見てください。音だけ聞いてください。そうそうそう。よろしくお願いします。それでは今晩も8月に入りましたけど、最後までよろしくお付き合いくださいね。うん、8月入ったんだ。8月だよ。もう、暑苦しい曲をお届けしましょう。はい、チューブで、はい、あー、夏休み。
ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお届けしております。生放送なんで今日俺が喋ってる間にこうかぶしてくるの？皆さんなんか手のジェスチャーがよくわからなかった。意味が違う。ごめんなさいね、はい、皆様からのリクエスト、はい、メッセージをお待ちしておりますよ、はい、ファックスの方は965-4868 965-4868 E メールの方は868@fmurma.com 868@fmurma.com 今日調子悪いね。なんかね、裏返るね。アクセントやら、そうそうそう、裏返る。裏返るね。なんでかな。そして番組のツイッターアカウントでも皆さんからのメッセージをお待ちしております。先週初めて来た。お？アットマーク P868 うるま、ツイッターでアットマーク P868 URUMA で、アカウントを探してメッセージをお寄せください。それじゃあツイキャス、うん、FM うるまでやってまーす。やってまーす。よかったらツイキャスで FM… なんか手振ればいいのかな。そうそうそう、あっちに向かって送ってね。あっちですね、はい、はい。FM うるまと検索して、送ってください。お待ちしております。万引きは犯罪。万引きを軽視する風潮こそが大間違い、うんうん、万引きはですね、窃盗という犯罪です。刑法第235条、うん、他人のものを摂取した者は、うん、窃盗の罪とし10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。万引きぐらいなんか肝だめ、あ、肝だめしっていうの、なんていうの、根性だめしみたいな。そうそうそう、子供たちよく ね, ね、若いのが、そうそうそう、中高生が ね、いる。いや、できないばって、あんだけぐらい、あんだけやったがために。ダメですよ。そうですよ、うん、うん、窃盗という犯罪に、はい、もう立派な犯罪ですから、ね、犯罪ですからね。本当よ、気をつけてください。うん、これはですね、気をつけてくださいというよりもするなって、やるなって。まあ誘われてもね、そう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 、きっぱりもう犯罪ですよって。そう、ちゃんと断ってね。はい、そうですね、うん、万引きしたものがたとえ安いものであろうと罪は罪、うん、商品の価格の高い低いでの罪の重さは変わるわけではありません。変わらないです。そして万引きをして見つかった後に、うん、お店に代金を支払ったり許してくださいと返しても一度やってしまった罪は消えないのです。はい、うん、そしてこれよくありそうね、おとり役とか見張り役、あ、役割を決め、うん、グループで犯行に及ぶ場合もありますが、うん、実行犯ではなくても仲間で、まあ、共謀ですね、うん、犯行に及べば共犯となり、共犯同罪ですね。同罪です。はい、まあ、10年以下の懲役または50万円10年50万円以下の罰金、一緒ですね。だからさ、うん、あれよ、あんたは、うん、この100円のものを盗んでさ、うん、10年ダメにするかとか、うん、ということですよね、うん、間違ったらもう本当にこの先人生全部そうですね、ダメになっちゃうわけですよね、うん、しかも自分だけじゃない、自分だけじゃないんだよね。そう、家族もだし、ね、周りの友達もだし。そうだよ。そしてバレなかったって言ってどんどんさ、うん、このエスカレートしていくんだよね。それエスカレートして言葉が出てこないな。さっきの鼻綿が2回繰り返るとか頭から離れないわい。その言葉が出てこなくて腹渡りに繰り返るんだよね。あ、正解、はい、うん、だからダメなわけよ、そういう本当に法律を違反するようなことは何が何でもやってはいけませんっていうことです。そうですね、はい、うん、するなと、はい、うん、また万引きぐらいって甘く見て通報しないっていうのも間違いですね、これね。万引きぐらいじゃない、そう、居合わせた人が万引きくらいと見て見ぬふりをしてると、うん、万引き犯は犯行を繰り返すばかりか重大な犯罪に手を染め、あなたの住む町が犯罪のはびこる町になってしまうかもしれませんよ。どんどん住みにくくなるからね。そうですね、それだとちょっと一つのゴミがあって、ああいいやってやったら、うん、これがどんどん増えていってさ、広がっていくんだよね、もう汚い町になっていく、うん、それと同じですよね。はい、なので、うん、やっぱりちゃんとね、はい、絶対もうしない、はい、させない、許さない、許さない、見逃さない、見逃さない、ね、そうですね、徹底しないといけないですよね、はい、うん、もう一つ
はい、水難事故防止。あ、まあ、あの4月にね、海開きしたじゃないですか、うん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 、それからなんですけど、また今月いっぱいということで、水難事故防止運動実施中ということですね、はいはいはい、行っちゃダメ、大人がいない、うん、海や川、これが今年の標語ですね。ほう、はい、本当に危険だからね、うん、何かあったらもう、はい、誰も助けてくれないからね、絶対一人では海入らないし、はい、絶対、はい、大人がいないところで入らないっていうのは大事ですよね、うん、まあ、入る時もですね、うん、気をつけて入る、はい、この海ビーチはここが特徴よとか、すぐ深くなるところとか、あ、まあ、あのシュノーケルのいいところよとか、いろいろ種類があるじゃないですか、うんうんうん、大丈夫なところなのかどうかっていうことだよね、うん、うん、ちゃんとライフジャケットを着てるのかとか、うん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 、それで去年のですね水難事故の、まあ、発生率で、あ、発生数ですね、うん、発生が85件死亡が45人、あ、行方不明が2人、あれ、うん、まだ石川署管内ではね、今年4月で、うん、あ、今年で、4件のうち1件死亡ですね、死亡っていう事故ですね、水難事故出ます。やっぱりこの発生、まあ少ないで言ったら本当はゼロがいいんですけどね。そうですね、発生してるところが離島とかが多いのかな。いやいや、まあニュースになるのは離島とかが多いんだけれども、本島でもね、うん、本島ももちろん多いんですけど、ビーチがほら有名なところがあるじゃん、ね、本島でもいろんなビーチがあるよ、うん、あるよね、うん、どこだろう、まあ、館内だったら前田岬とか万座もらへんとかね、うんうん、だし、あとほら海中道路のところさ、あ、そう、そこら辺もだし、で近町のこの辺の ね海岸、近町に行くとの辺の海岸とかも泳げるさね、うん、泳げるし、なんか人が少ないところはね、あんまりね、うん、本当行かない方がいいんだよ ね、行かない方がいいですよ。昆布とかいいんじゃない、ちゃんとした、あ、昆布、昆布、昆布昆布のビーチ、あ、知らないの、いいの、あそこ、あ、分からんけど、なんか結構泳いでる人多いけどね、あ、そうですか、あーんってあんまり知らなかった、泳いでないな読谷とかも結構多かったのよ、 ありますね、朝のなんか、はいはいはい、ちょうどあっちイオンの奥の方だよねかな、うんうん、そう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 、瀬名葉じゃん、なんていう名前だっけ忘れたなんとかビーチってあるよね、みんなそうホワイトビーチか、HY の、でここで HY かけたい、あ、残念、残念でした、用意してません、本当ね、気をつけていただきたいですよね、本当ですね、行っちゃダメ、大人がいない、はい、海や川、はい、一人では行かないでくださいね、うん、はい、でですね、はい、なんとなんと7月1日から24日までの間に、うんうん、飲酒運転で逮捕された人数はどのぐらいだと思いますか。県内ですよね、県内で飲酒運転で、はい、勝ちまった勝ちまった人、勝ちまった人、はい、45名、あ、今年の上半期、うん、まあ6月までということだと思うんですけども、うん、なんと、うん、856人の方が飲酒運転で運転免許を取り消されています。オーマイガー、これは去年同期よりも198件増加しています、うん、皆さんぜひ飲酒運転をしない、させない、許さない環境づくりを皆さんで作っていきたいねって、なんだろうねこの心理、ちなみに何でしょうかね、最近の統計で、うん、7月18日から24日にかけて飲酒運転で15人が逮捕され、うん、そのうち3人が事故を起こしています、はい、発生場所は糸満市、那覇市、与那原町、宜野湾市、北中城村、嘉手納町、うるま市、恩納村、名護市、宮古島市、うん、10代が3名、10代が3名、飲酒ですよ飲酒、うん、10代が3名、20代が2名、30代が3名、40代が3名、50代が3名、60代が1名。60代。で、時間帯が午後10時から午前2時が4件、午後2時、あ、ごめんなさい、午後10時から午前2時が4件、午前2時から午前6時が4件、午前6時から午前10時が2件。
出勤ですよ。二日酔いですよ、二日。そうです、朝。はい。皆さん、飲むのはいいけど、翌日のこともちゃんと考えて飲んでくださいね。最近は朝が立つかまるのが多いですからね。気をつけて。気をつけて。美味しいお酒を飲んで、その後も楽しく過ごすためには、あの、運転しない、させない、許さないっていうのは、ぜひ皆さん、守っていただきたいと思います。さあ、そろそろ、うん、はい。何かありました？そろそろ甲子園の、はい、季節だなと思いまして、わ、明日いよいよ抽選です。あ、そう、はい、7日スタートなんですけれども、うんうんうん、はい、この話は後半でまたゆっくりとやりましょうその前に1曲お届けしましょう。ラフ&レディーで背番号のないエース。
ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお届けしております。うーん、ほら生放送はい2曲の前にちらっと話した甲子園ですけれども、あ、いよいよ明日が大会の抽選となります。あ、抽選なんだ。まだ、はい、で7日からスタートする開会式が、はい、7日です、はあ、9時、7日の9時に開会式がありまして、うん、第1試合は10時半からの予定となっております。そこから全15日の日程、うん、あ、14日の日程で14日間ですね。ねえ、あなたの母校の甲南高校、はい、果たして勝ちましたね。いいチームとね、はい、戦って。でも未来校歌との決勝はちょっとびっくりしたんですけれども、うん、あれ点取りすぎでしょ。ちょっとね、未来効果の方もピッチャーとか疲れてるのかなとかっていう感じもあったんですけども、うん、その未来効果はその前の準決勝の試合、うん、八重山農業直林と8対0で勝った。確かコールでね、はい、そうですね、7回コールで、うん、こっちもいい試合でした。本当になんか準決勝決勝、まあ、ほとんどの試合でいい子のなんていうの、うん、試合が見れましたね、はいはい、で、いよいよ明日が抽選で、うん、そして来週のどの日に1回戦それとも2回戦がやってくるかが分かるようになりますので、もうあれだよ、チケット争奪戦だぜ、うん、そうなの。しかも、うん、お盆じゃないですか、時期的に内地の。ああ、そう、はい、そっか、チケットが高いこと、はあ、もうチラチラと覗いてるんだけどね、うん、やめよう。じゃあ今回は行くのやめましょう。いやいやいや、夏しか行けないっしょ春なんて難しいよ。やっぱり同級生とかと行くの、当時の。前回行った時は、うん、あっちでばったりやったわけよ。あ、だいたい学校が出すツアーっていうのは、うん、父母会が中心なんですよ。あ、野球部もと在校生の父母会が中心で、ちゃんと人数決められてるね。そうそうそう。で、僕らが行くとしたら、うん、ほら新聞とかに載るツーリスト系の、あるある、ね、ものに申し込むか、うん、自前で探していくかどちらかなんですよ。高そう、自前で。なんかね、ツアーだったらなんかね、これがそうでもない。そうでもないんですよ、うん、自前でいろんな安いチケットを探せば、うん、今は LCC もありますし、ね、はい、で、あの、僕がおすすめなのは関空から入るんじゃなくて、うん、神戸から入るんですよ。なんか言ってたね、そうそうそう、前も言ってましたよ、言いましたよ。見つけたんだこのコースをね、はい、そう、うん、神戸から入ると神戸空港から大阪梅田中心部に行くまでの間に甲子園があるんですよ、うんうん、だから帰りはもしゆっくりの時間の便、例えば午後4時とかの便でしたら、朝大阪から出て、うん、甲子園で野球見て、うん、それから空港に行って帰ってくるっていうこともできる、はいはい、時間があればね、時間があれば近くを観光、はい、そしたら神戸じゃなくても近くの空港、伊丹空港、うん、探したらいいとか、それも手もあります。はい、いろんな方法があるさ、いろんな方法があるんですよ、まあ陸つなぎになってるからね。そう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 。だからか、あとは移動時間の問題なので、だから関空よりも神戸空港の方が実は移動時間は短いんですよ。あ、そうなんだ、はい、もう伊丹だったら話は別ですよ、うん、大阪市内なので、うん、だけど、うん、ね、あの大体の便は関空が多いので、うん、実は神戸空港っていうのは穴場ですので、でここでラジオで喋っちゃうとみんな行くじゃん大丈夫はい、うん、さあ、今年はね、清宮も負けてしまって。だからね、はい、かわいそうだったね。いや、でも、100何本高校って、ね、すごかったよね。何本だっけな。ね、結局、タイ記録で終わってしまったっていうことではあるんですけども。それでもタイなんだ。そうそう、でもそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですけどもね。うん、ね、ここら辺が大人の矛盾なんですよね。高校野球は、うん、あの教育の一環だって言いながらさ競わせてるでしょ当たり前でしょスポーツなのにいや、だったらなんか平等な教育とか言わなくてもいいんじゃない。やっぱり競争だよっていうことで、うん、子供たち、最初からね、そう、世の中は競争ですよって、うん、
なるほど、ね、一時のそのゆとり教育で、うん、いや競争じゃないみんな一等賞とかって言ってたのが、だからよね、面白いあれね、順位つけないでくださいっていう父兄もいるなんて、ね、うん、ありえない なぜなのっていうの、まあまあ世の中のこういう流れもあるとは思うんだけれども、うん、でも違うさ、社会に出たら揉まれるわけじゃない、本当よね、うん、だから今のうちに揉んどかないといけない部分ってあるよねって、うん、やっぱりあの全部が全部勝負すればいいっていうことではないんだけれども、うん、でもやっぱり勝負の部分もあってっていうことは、これをさ、例えば小学校の、まあ、高学年から取り入れようとかさ、うん、低学年はね、まあよくできましたって感じでね、そう通知表だってほら、低学年はよくできましたで終わってるじゃない、うん、その後が高校3年生になるから、どんどん徐々に入っていかすとかさ、うん、そういうのがやっぱりね、うん、必要じゃないかなって思ったりするんですけど ね、はい、ね、みんながね、みんな平等だって言って、うん、どのテレビのチャンネルひねってもさ、清宮しかやらないっていう平等じゃないじゃん、あの平等な平等な放送局って言われてる NHK でさえスポーツニュースよいドーンって清宮ダー3分ぐらい、お前優勝したあのどこだっけ、ひどいよね、東海大素顔、うん、あ、うん、優勝は東海大だよ、本当よね、映ってるの清宮の何分の1だからなんで優勝を称えないのかな、そうそう、ひどいよね、だからここら辺が大人の一番こう汚いところじゃないですか、うん、ね、高校野球は教育の一環だ、だから皆さん出るときはユニフォームとかでしかあの雑誌にテレビに映っちゃいけませんって言っときながら清宮ばかり集中して取り上げて、ね、清宮数字取るんじゃないの、うん、めっちゃ数字取ってたやつまあそこら辺も大人のね、進学とかも気になりはするよねでもやっぱり言われてる通り、うん、進学するとあのハンカチ王子みたいな形になるんじゃないって、でやっぱりマー君みたいにすぐプロで磨かれる、ね、うん、鍛えられるっていうのはやっぱり違うと思うんですよ、マー君タイプみたいな感じもするの、はい、できたらやった方がいいけど、うん、守備は下手ねそうなんだ決勝で緊張したと思うんですけど、うんうん、結局エラーを記録したのは清宮君なんですよ、いや緊張したと思うよ、いやいやもう下手だっていう人もいっぱいいるんですけどはい、そうだね、いろいろね叩かれてね、いやだから注目を集めるっていうかそういうことなんですよ、あ、うん、まあね、うん、まあそれを言っちゃね、そういうことなんですよね、そうなっちゃう、はい、うん、そうなっちゃいます、さあ、うん、楽しみの甲子園7日からスタートです、はい、明日抽選ですので、うん、ぜひ皆さん注目していただきたいと思います、でもう一つ思い出したぬぬダメいいよいいよ、ほら昨日さ特集でさ、うん、ほら開会式のプラカード持つ彼女たちがさ、はい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 、でさ1年生の子がなんかリハーサルオーディション、うん、もう歩くんですよ、この制服着て、うんうん、で受かってで、この彼女は、はい、そしたらさ、なんとこの何があるっていうのかな、プラカードがあるそれに入りたくてこの高校一生懸命勉強して入ったんだってすごい。すごくない、だからそれだけ大事なこのプラカード持ちのですよね、女子高生 JK、うんうん、あの甲子園に行く方法って野球部員になればいいっていうことではないんだよ、うん、そう、これだけじゃないんだね、女子生だって、うん、あのスコアラー記録員としてベンチ入りすることもできるから、そうよね今、はい、面白い、いろんな方法で、うん、方法で、うん、なので、うん、あの甲子園の見方、うん、いろんな見方をしていただいて、うん、いろんな人を応援していただきたいと思います、はい、あのスタンドのね、うん、スタンドの応援団とかどんだけ練習してそこまでやってきたのっていうのも本当ね、いるからね、多分吹奏楽部の中でもオーディションがあって、あ、そう、ね、落ちた落ちないとか、ね、甲子園に行ける行けないとかあるでしょうね、あとあのこのスタンドの間の階段で踊って上がるとかね、うん、これもあるでしょうね、あるんですよ、うーん、面白い、ぜひぜひいろんな見方、うん、ね、いろんな角度で見ていただきたいと思います、うんうん、はい、サマージャンボ買いましたか買いま1000でした、今日買ってきたぜ、10日までだったと思いますよ、またここで、そうです、3階で僕はいつでも3階のとこ、ここうるまの3階で、うん、石川の3階でサマージャンボ、今年は3パターンあるそうです、うん、ミニもプチもあるそうです、
ああ。はい。あの。じゃあコロナ禍には、んこれは一つでしょ、これは全部一番大きいのでいいですかって言われた。一番大きいのでお願いしますって。あ、そういう感じで売るんだ。そうそうそう。ミニもありますよ、プチもありますよ、どちらにしますかって。じゃあサマージャンボのミニくださいとかって言うんだ、言うとき。ああ、買うとき。一番大きいの。当たりますように。なんか黄色いさ、財布に入れて、入れるとなんか紙棚にとか、ね、いろいろあるね。信じない。当たるときは当たる、ね、当たらんときは絶対当たらん。諦めるしかない。でもね、当選日までの夢が、そう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 、楽しみが、ね、夢って言わない、楽しみ。が続きますように。夢が散るのかな。
ベイジングウェザー、気になる明日、そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄本島地方と先島諸島は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。大東島地方では台風第5号の影響で曇っています。一方、非常に強い台風第5号は日本の南を北西へと進んでいます。今夜は大東島地方では台風の影響により曇りで、ところにより一時雨か雷雨となるでしょう。夜遅くから北西の風が強まる見込みです。沖縄本島地方では初め晴れますが、次第に曇り、ところにより一時雨か雷雨となる見込みです。先島諸島では引き続き太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。明日は大東島地方は台風の影響により荒れた天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。沖縄本島地方は曇りで時々雨となり、ところにより雷を伴う見込みです。先島諸島は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。沖縄本島地方と大東島地方では明日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い、大東島地方はしけており、沖縄本島地方は波が高くなっています。海上や海岸付近では高波に十分注意してください。先島諸島は波がやや高いでしょう。なお、大東島地方では明日昼前から大しけとなる見込みです。沖縄本島地方では明日も高温が予想されます。熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。はい、お天気です。本島中南部、今夜は北西の風やや強く、晴れ、夜遅く曇り、ところにより夜遅く雷が鳴るでしょう。明日は北西の風やや強く、後西の風強く、曇り、朝晩雨、ところにより雷を伴い、伴うでしょう。波は3メートル後5メートルで、うねりを伴う見込みです。那覇での朝の最低気温は28度、日中の最高気温は33度を見込んでいます。明日から台風の影響が出てきそうですね。はいはい、その台風は6時現在、北緯28度5分、東経133度40分のところにあって、西北西に15キロと進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカルとなっています。この台風すごい遅いですね。遅いですし、ね、うん、はい、方向がね、あの、北北西に行ったかと思ったら、うん、西北西に戻ってきたりする、西に戻ってきたりするんですよ。ちょっと沖縄に近づいた感じになっちゃってる、はい、そうですね、当初よりもだいぶ近づいてきてるんだけれども、うん、なんだけど、昨日今日あたりで、うん、あの進路がだいたい定まってきてですね、うんうん、あのかなりまた沖縄本島地方が暴風域に入る可能性は低くなってできてるんですけども、北部がもしかしたら暴風域に入るかもしれないっていうような状況です。まあ、いずれにしろ今年週末でもあるし、はい、週末天気も悪くなりますね。土曜日は曇り一時雨、はい、日曜日も曇り一時雨で、はい、降水確率は 60% となっていますが、はい、台風の強風域には入るかもしれないので、あの本当に今晩のうちに対策を取った方がいいと思います。はい、またこれがね、九州まで行ったり、はい、するまた来週のね、甲子園の開会式に影響が出てくるかもしれないんですけども、本当にあの内地に行く人も沖縄本島にいる人も、本当にこの台風5号の本当ですよ、ね、はい、動きは気をつけて十分に、はいはいはい、注意していただきたいと思います。はい、以上、ペイジングウェザーでした。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けいたします。今月は宇多田ヒカルさんのニューシングルフォーエバーモアをお届けいたします。
ペイジング868ラストソング今月は宇多田ヒカルの宇多田ヒカルのニューシングル、はい、フォーエバーモアをお届けいたします。今7月28日に配信スタートした曲です。まだね CD にはなってないんですけども、ネット上では配信で聴けますので、はいはいはい、よかったらぜひ皆さん聴いてみていただきたいというふうに思います。さあ台風5号、気をつけていただきたいんですけれども、はい、実は、今日沖縄気象台からですね、長期間の高温に関する沖縄地方気象情報というのが出されていて、はいはい、7月11日頃から気温が高い状態が続いています、はい、この状態は今後1ヶ月程度続く見込みですわお、だそうです。怖いですね。はい、なので、はい、皆さんこれからあと1ヶ月ぐらいは最低とも、この高い気温が高い状態が続きますので、はい、畑とかしてる人は農作物などに注意していただくだけではなくて、皆さんもですね、熱中症など、ね、自分の身も守らないと、はい、健康管理にも十分注意していただきたいということです。はい、台風5号、はい、いずれにしろこう接近してくるか来ないかにしろ、やっぱり今日でちょっとね、対策は取っといた方がいいと思いますので、はい、ベランダとか家の周りで飛ばされそうなもの、はい、あと側溝とかね、雨は降るのは確実だと思いますので、速攻も掃除して、ね、ついでに掃除しながらね、はい、詰まったらそこからね、水が溢れ出しますので、怖いですよね、本当。なんかこんな画像見たことあるかも、関東あたりでね、ね、ブワーって、そうそうそう、昨日とかなんか一昨日もすごい雨が降って大変だったので、ね、はい、ぜひ皆さん台風の対策もして、しっかりしていただきたいというふうに思います。さあ、そろそろお別れの時間です。今週もたくさんのリクエスト、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。マルさん、はい、紹介するの忘れた。本当、こんばんは。暑いですね、はいはい、暑い日はノーブラの女性が増えるって本当ですか？ニップレス貼るって聞いたんですけど本当ですか？マル、いやー、もう任せます。文ちゃんに任せます。俺は貼ってないぜ。ということで、はい、そろそろお別れの時間になりました。この後はイングレスゴーラジでお楽しみいただきたいと思います。今日のこのひとときを忘れないために、昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう。ページング868、来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。お相手は私、文ちゃんとケイちゃんでした。それでは皆さん、また来週、来いよ、いや来いよ、いや来いよ。